こんにちは、理学療法士の方です。今日はルーマニアンデッドリフト、ハムの遠心性収縮を入れるためのトレーニングの代償を、またこのストレッチホールを使って防ぐ方法を解説します。で、よくある代償っていうのは、まあもちろんこう胸椎が丸まってくるっていうのもあると思うんですけども、こういうふうに骨盤がこう開いてくるっていう代償が多いと思うんですけども、そういう人に対しては軸足になる後ろにストレッチホールを立たして、後ろにストレッチポールを置いたから、これ倒さないようにやってねっていう風にやってもらいます。で、さっきみたいな内傷出ると、倒れちゃうんで、まあそれ何回かやるうちに、あ、ここに行ったらダメだって、こう認知ができると思うんで、これで、こう足がこっちに行く内傷が防げるんで、こうやってストレッチポールとか道具を使って、内傷で行っちゃダメな方向っていうのを教えてあげるっていうのも、シンプルにエクササイズも代償を減らす方法だと思うんで、有効活用してみてください。こんにちは、理学療法士の方です。今日はスクワットで膝が前に出る患者さんとか多いと思うんですけども、まあそういった方に、まあ道具を使って、その代償を修正する方法についてお伝えしようと思います。で、まあストレッチポールを使うんですけども、まあストレッチポールってぶっちゃけ寝るだけじゃなくて、いろんなセルフエクササイズに使えるんで、僕は結構お客さんとかに買ってもらうようにしてるんですけども、大体よくある代償って、こういうスクワットのヒップヒンジ使えてなくて多いと思うんですけども、僕はなんか後ろに椅子を用意したり、なければ椅子があると想定してもらって、前にストレッチポールを置いてもらって、ストレッチポールは前で、ケツは後ろにっていう行動指示でこうスクワットしてもらうようにしてます。これだとこうなることがほぼほぼないと思うので、椅子に座りながらしっかり棒を遠くに倒してくださいって言ったら、しっかりヒップヒンジも出るし胸椎の伸展も出るんで、まあ理想的なスクワットになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、今回はストレッチポールを使ったスクワットの代償を減らす方法について解説しました。これで終わりです。こんにちは、理学療法士の方です。今日は僕がよく臨床で使う、広背筋のストレッチについて説明します。で、割と肩の患者さんとかお客さんによく使うことがあるので、まずやり方を説明します。で、大体壁に行ってもらって、まず親指下にして持ってもらいます。で、右手をやるときは右足を下げてもらって、で、ここがポイントで、大体みんなこう伸展しちゃうから全然伸びないんで、僕はよく言う口頭指示は、お腹、腹殴られたつもりでお腹丸めてくださいって言って、ここしっかり丸めてもらいます。で、ここから次、まあ、胸骨を壁に向けるようにこう触りながらイメージして、向こう向いてくださいって言ったら、この広背筋のところが伸びてきます。で、まあ伸長した位置で呼吸をしてもらいます。で、吸気、息をすると肋骨が広がるんで、その最大伸長位からもう一伸び出せるんで、ここで大体僕は何秒とかじゃなくて、まあ5呼吸耐えれるようにしてくださいっていうふうに言ってます。で、これのいいところって、こうレベル上げをしやすくって、例えばこうやってもらってて、広背筋って骨盤についてるんで、この足をしっかり後ろに下げてもらえば、より広背筋の骨盤寄りのところが伸びてきますし、より肩の方伸ばしたいと思ったら、足幅はそんなに広げずに回旋角度強くしてもらったら、より、まあ、肩関節に近いところが伸びてくるんで、まあ、こういう風にバリエーションを分けしてもらったり、で、肩って急に動作が変わりにくいんで、例えば1回に来た時これぐらい伸ばせてた人が、次に来た時にこれぐらいいけてたら、あ、そこの筋肉は伸びてますよねって言って、少しずつこうスモールステップで、その患者さんとかお客さんに良くなっていることを示せるんで、僕は割と臨床でよく使うストレッチです。なんで、まあ普段病院とかで使うときも壁につけてやってみてください。終わりです。